やっと着いた。冷たいプリン。プリンってあんた、水じゃないのかよ。私も、もう一歩も動けないです。さすがの私も、もうダメだと思ったわ。ほんと、今回はマベちゃんの奇策に助けられましたわ。あなた、いつもあんなの持ってるの？忍びとして、どんなことが起きても対応できるようにはしてるんです。まあ、使わないことに越したことはないんだけどね。とりあえずなんとか逃げ切れたけど、いよいよ本格的にヤバくなってきたわ。はあ、まさかネプテューヌがあそこまで聞き分けのない子だったなんて。あれほどマジェコンヌに力を奪われてはいけないと言っていましたのに。ダメ神ね。何この言われよう。あの、お疲れのところ申し訳ありませんが、ことがことなので一刻も早く私の封印を解いてほしいのですが。おお、そうだった。逃げるのに精一杯で、すっかりイースンのこと忘れてたよ。そうです、こっちにはイースンさんがいるです。イースンさんならなんとかしてくれるはずです。そんじゃ早速って、イースン、封印ってどうやって解くの？鍵のかけらを組み合わせることで一つの鍵になります。なるほど、それを使って本についてる鍵を外せばいいんだね。立体パズルみたいです。これがこうで、こっちがこうでしょ。これはこっちではないか。あ、じゃあこのパーツはこっちじゃない？じゃあこのパーツは？向きを逆さにすればここに入るはず。そんでもって、これが最後のパーツね。アイちゃん、最後は二人の共同作業ですわ。ベール様と共同作業？あら、何を照れていますの。相変わらずアイちゃんは可愛らしいですわね。はい、完成ですわ。もう、私が作ろうと思ってたのに。もう、ごめんなさい、じれったくてつい。じゃあ、ネプネプはイースンさんを解放する係です。はい、鍵です。ありがとう、コンパ。やっぱり持つべきものはコンパだよね。それじゃあ開けるよ、イースン。ありがとうございます、ネプトゥーヌさん。そして皆さん、これで封印が解けました。お初にお目にかかります。私がイースンことイストワールです。これまでのあらすじ。鍵のかけらを4つ集めたネプネプ一行は、イースンが封印されているダンジョンを発見。だけど、そこで待ち受けていたマジコンヌにより、私の女神の力が奪われてしまうのだった。でもって、マジコンヌはイースンの力を使って、魔王ユニミテスを作り出して絶体絶命！だけど、なんとか隙をついて、イースンを取り戻して、逃げることに成功するネプコちゃん一行だった！
命からがら逃げ帰ったコンパの部屋で、唯一の希望を託して、イースンの封印を解いたとき、イースンが真の姿を現すのだった。私がイースンことイストワールです。なんか期待したのと違う。師匠の時とは体が違いますからね。ちょっと仕様も変わるんです。仕様って、いや確かにゲームとかでも質問に対して仕様ですって言われればそれで終わりだけど、なんかこれだけは違う。しかもセリフに顔文字つけてキャラ付けしてるし、やっぱなんか違う。うるさいわよネプテューヌ。そうですわ、セリフに顔文字をつけるなんて今に始まったことではないですわ。ちなみにメタ発言になってしまいますが、このシリーズで最初に顔文字をつけたのは私ですからね。イースンさん、ちっちゃくて可愛いです。イストワール、復活してすぐで悪いんだけど、マジェコンヌとあの魔王ユニミテスをどうにかしてくれない？ついでにネプコの女神の力も。あれ、気間違いかな。今私がついでだったような。申し訳ありませんが、今の私にそのお願いを叶えることはできません。困るわ、私たちはあなたの力が頼りで復活させたのだから。きっと何か理由があるのですわね。そうなんです。お話ししましょう。私にはあなたたちには話さなければいけないことがたくさんあるんです。さて、一体どこから話しましょうか。とは言っても私が知っていることもそれほど多くはありませんが。はい、じゃあ私が質問するです。イースンさんは何者なんですか？いきなり直球な質問ね。私はもともと女神様の力の一部なのです。先代の女神様が自分が好き勝手して道を誤らないよう、自らの持つ創造の力の象の力を私に変えました。そして残りの層の力でネプテューヌさん、ノワールさん、ベールさん、ブランさんを作ったのです。4人の女神様には先代の女神様の代わりに大陸の守護と管理を、そして私には女神様の補佐とこのゲーム業界の歴史を記録する役割が与えられました。私ってそうやって生まれたんだ。驚きましたわ。ベール様、ネプコはともかくベール様も知らなかったんですか？ええ、物心ついた頃にはネプテューヌたちと戦っていましたから。そういえばそうね、母親のような人がいた気がするけど、正直声すら覚えていないわ。あ、その人がマジェコンヌですよ。ちょっとイースン、それどういうこと？つまりマジェコンヌが私たちのお母さんで先代の女神だっていうの？あの人が私たちの生みの親だなんて。生理的に無理。すごい嫌われようですね。けど安心してください。
女神様たちが互いに戦い合うよう仕組んだ母親のような人はマジェコンヌですが、女神様たちを生み出したのは先代の女神様です。もうそれならそうと早く言ってよイース。けどなんでマジェコンヌが私たちの育ての親ポジションなの？先代の女神様が四英雄と呼ばれる人間たちに撃たれたのは知っていますね。その話なら聞いたことがあるわ。傍若無人な振る舞いをする女神を四人の英雄が撃ち倒して改心させたんでしょ？そして改心した先代の女神さんはネプネプたち四人の女神さんを作り、自らは女神を引退したです。とっても有名なおとぎ話です。伝承やおとぎ話では四英雄が先代の女神様を倒したことになっていますが、実は一人協力者がいたのです。まさかそれが？はい、それが人間であった頃のマジェコンヌです。他人の力をコピーできるという珍しい力を持ったマジェコンヌの協力もあり、なんとか先代の女神様を倒した英雄たちですが、その時の戦いの傷が原因で死んでしまいました。なので4人の生まれたての女神様を私とマジェコンヌで育てるはずでした。4英雄に協力者がいて、しかもそれがマジェコンヌだったなんて、びっくりです。歴史的大発見です。しかしある時マジェコンヌに異変が起こりました。先代の女神様との戦いでコピーした力を捨てきれず、その身に宿し続けた結果、人の身には過ぎた女神の力によって身も心も蝕まれてしまったんです。まさに悪落ちね。それからマジェコンヌは力だけを求めるようになり、さらに世界を支配する神様になることを羨望するようになりました。一つ気になることがあるわ。どうしてマジェコンヌは直接私たちを倒さなかったの？先代の女神様の力のコピーを宿しているとはいえ、マジェコンヌは人間です。生まれたてとはいえ、女神様を倒すだけの力はなかったのです。そういえば、ベールとかブランに変身しなければ、マジェコンヌって弱かったよね。言われてみれば、確かにそうですわ。ですが、先代の女神様の力のせいか、コピー能力だけは格段とパワーアップしたのです。なので、皆さんが手を取り合わないよう、互いを憎ませ、そして戦わせて弱ったところで力を奪おうと考えていたようです。そうなら、今までのマジェコンヌの行動や、私たちが戦い合っていたことに納得がいくわね。それで私たち全員の女神の力を手に入れたマジェコンヌの目的は何なんですの？魔王を作ったり大陸同士の戦争を引き起こそうとしたりするなんて神様のすることじゃないわ。完全に力に蝕まれたマジェコンヌが何を考えているか分かりません。しかし世界をゲーム業界を滅ぼそうとしていることだけは確実です。マジェコンヌのことはなんとなくわかったわ。次はユニミテスを倒す方法を教えて。方法は簡単です。人々が魔王なんていないと思うようになれば、ユニミテスの存在の力が弱まります。そうなればユニミテスは弱体化し消滅させることができるはずです。確かにその方法なら倒せそうね。けどどうやって人々に魔王はいないって思わせるですか？
王はユニミデスの使いを使って長い時間をかけて偽りを広げた。それにすでにユニミデスが存在している以上、嘘を嘘だと言っても信じるかしら。けどさ、それしか方法がないならダメでもやってみようよ。ダメだったら次を考えればいいだけでしょ。そうね、こればっかりはネプテューヌの言う通りだわ。嘘を嘘だと見抜けなければネット掲示板は使うのが難しいと言いますし、こういうのは日頃ネット掲示板を使っている私の専門分野ですわ。私もやれるだけやってみるわ。もう誰よ、こんな重要な話をしている時に空気も読まずにやってくるのは。はいはい、いますよ。急いで避難してください、今すぐに。どうしたの、なんかあった？パープルハート様がプラネティウヌに戻ってきたんだ。いやいや、それはないって。だってパープルハートは あんたは余計なことは言わないの。それと避難がどう関係あるんですか？理由はわからない。だから結論を言おう。なぜかパープルハート様が地下プラントを破壊しようとしているのだ。何ですと？教会での総力を決して阻止しようとしているが、正直止められるとは思えない。だからもしもの時のために急いでシェルターに避難してくれ。これはこれはご丁寧にありがとうございますです。ああそうだ、あとこれを渡しておくよ。この間君たちに頼まれた資料をまとめておいたから置いてくね。それじゃあ。そんなことわかってるわよ。どうせあなたから奪った力を使ってマジコンヌが悪さしているんだわ。って誰よ、こんな忙しい時に。あら、今度は私ですわね。ランランからですわ。私も。はい、もしもし。あ、これは定番のパターンかな。嫌な予感がビンビンするなって。あれ、なんかデジャブ？なんですって？どうしたんですか皆さん。ラステーションにも私の偽物が現れたみたい。リーンボックスにも私の偽物が現れましたわ。奇遇ね、証拠にもなくルビーにも現れたわ。ほら、やっぱり。おそらくマジコンヌが生み出した偽物でしょう。これはパーティーを分けるしかありませんね。助っ人なんていらないわ。偽物なんて私一人で十分よ。ちょっと待ってください、ノワールさん。何？用なら急いでくれる？なぜ女神様たちの偽物が今になって現れたのか気になるんです。そんなの、私たちになりすましてシェアを下げるためじゃないの。確かにユニミテスを想像してマジコンヌ自体も私たちより強いはずですので、今さら弱体化する必要性はありませんわ。じゃあ、狙いは別にあるってこと？けど、全く思いつかないわ。そういう時は、もう一度最初から調べて考えてみるです。そうね。ちょうど教会の人が持ってきてくれた資料もあるし、下界の人間視点で振り返ってみましょう。
私、歴史とか難しいの苦手なタイプなんだよね。そんなネプネプには私がパソコンを貸してあげるです。これならネプネプでも簡単に調べられるですよ。わーい、コンパ大好き、ありがとう。ところでネプテューヌさん、以前約束したことなんですが。約束？私、イースンと約束なんてしたっけ？きっとイースンさんの封印を解いたらネプネプの記憶喪失を治す約束です。そう言われれば、そんな約束してたね。ごめんごめん、すっかり忘れてたよ。ネプテューヌさんさえ良ければ今すぐにでも記憶の修復を行いますよ。ああ、それはパス。やっぱあの約束なし。どうしてですか、ネプネプ。せっかくイースンさんが直してくれるですよ。そうよ、そのために今まで頑張ってきたんじゃない。確かにそうなんだけど、取り戻しちゃダメな気がするんだ。どうしてよ。だって私がこうやってノワールたちとお友達になれたのって、ノワールたちが憎いっていう記憶がなかったからだと思うんだ。もし私が記憶を取り戻しても今まで通りノワールたちと付き合えるか、正直不安なんだよね。確かに、ネプテューヌのおかげで今私たちはここにいる。バラバラだった私たちをネプテューヌが結びつけたと言っても過言ではありませんわね。そういうこと。せっかく一致団結したのに、ここで私が輪を乱すわけにはいかないよ。ネプテューヌ、あなたの本心はどうなの？さっきから聞いていれば私たちのことばかり気遣って。あなたは本当にそれでいいの？ありがとう、ノワール、気遣ってくれて。けど私の本心も変わらないよ。せっかく仲良くなったノワールたちとは楽しい思い出ばっかりなのに、今さら何百年も憎み合ってた戦いだけの記憶なんていらないよ。まったく、あなたらしいわね。そういうことだから、イーズ、せっかく直してくれようとしてたのにごめんね。いいんです、ネプテューヌさんが自らそれを選んだんですから。で、歴史の資料はどうだった？ダメね。さっきストワールが説明してくれたことと同じくらいのことしか書いてないわ。アイちゃん、この伝説の武器って何ですか？さっきのイースンさんのお話にはなかったですよ。これはここ下界から女神様が住んでいる天界に行くための道を切り開いて、さらに女神様にとどめを刺した英雄の武器のことよ。確かおとぎ話だとこの武器ってあまり書かれてないのよね。アイフさん、それです。それって英雄の武器のこと？はい、英雄の武器は女神様の天敵とも言える武器なんです。なるほど、読めたわ。で、その伝説の武器っていうのはどこにあるの？4つの大陸に1つずつ祀られています。やっぱり不安要素を全て排除するつもりなのね。それに手詰まりだったマジコンヌを倒す方法も見つかった。そうと分かったら先回りして回収するわよ。ところで、伝説の武器ってどこにあるの？みんな知ってるの？知らないわよ。私も特に興味もありませんでしたし、場所までは存じませんわ。
私も話しか聞いたことがないわ。ダメだな、三人とも。女神様なんだから、そういうことは知ってなきゃいけないんだよ。そういうネプテューヌはどうなのよ。私は記憶喪失だから、知らなくて当然だよ。だと思った。ネプコの場合は記憶があっても知らなそうだけどね。そんなわけでイース、伝説の武器の場所教えて。わかりましたけど、調べるのに3日かかりますよ。3日も待てないよイース。ゲーム業界の歴史は膨大なので、整理したり検索するのにそのくらいの時間が必要なんです。これではまだぐぐった方が早そうだな。ハイテクそうに見えて、実はイースンってポンコツなんだね。むか、誰がポンコツですか。誰が言っておきますけど、歴史をすべて記録するなんて私にしかできないんですよ。ねえ、偽物の目的が伝説の武器なら、偽物の後をうまくつければ伝説の武器の在りかにたどり着けないかしら。おお、アイちゃんナイス。それはさすがの私も思いつかなかったよ。別に普通のことだと思うんだけど。ってなるとチーム分けが必要ね。今回ばかりはみんなで順番に大陸を巡るわけにはいきませんものね。それにネプテューヌが女神化できない以上、プラネティーヌの人数が多い方がいいわ。偽物との戦闘になるのは間違いないわ。今回は偽物とはいえ女神様が相手ですから、ネプテューヌさんは残った方がいいかもしれません。ここです。すごく主人公にあるまじき扱いだよ。ならばプラネテューヌは私たちに任せてもらおうか。そうだね、今までネプちゃんに守ってもらった分、今度は私たちが頑張る番だよね。お二人ともお願いします。私たちは一人で十分よね。構わないわ。偽物なんかに負けるつもりはない。では決定ですわね。あの、私とアイちゃんはどのチームに入ればいいですか。アイちゃんには私と一緒に来ていただきたいのですが、お二人にお任せしますわ。ネプテューヌを見張っているもよし、私たちの後を追ってもよし、任せるわ。そういうことだから、私たちは先に行ってるわ。じゃあね。なんか置いていかれた気分だよ。でもってものすごい疎外感。でどうするの、みんなが帰ってくるまで待ってるつもり。そか、変身できないからってくすぶってるような私じゃないってことは、二人が一番して。それでこそネプコよ。ならネプネプものも他の女神さんの偽物もみんな倒しちゃうです。コンパ、無駄にハードル上がってない？それとも私の聞き間違いかな。ファイトです、ネプネプ。諦めなさいネプコ。仕方ないか。そんなわけだからイース、ちょっとお出かけしてくるからお留守番お願いね。その様子ですと止めても無駄のようですね。
けど、くれぐれも気をつけてください。